日ごとの過程、2023年3月14日。私は彼らの技と、彼らの企みのゆえに、すべての国、すべての言葉の民を集めるために臨む。彼らは来て私の栄光を見る。イザヤ書66章18節闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いて、 イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。コリントの神道への手紙第2、4章6節神様が私たちの心に示そうとし、あるいは見せようとしておられる出来事や感覚というのは、いわばこの世の宝物とはちょっと違うようですね。神様が私たちの心に見せようとしているその輝きというのは、神様の輝きそのもの、 難しい言葉で意向とか尊厳とか栄誉という言葉がありますけどそれらに類する神様の本質的な神々しさを見せようとするあるいはまたそれを心に感じ取ることができるようにしてくださるということだと思うんですね私はよくあの川のところを歩きながらカセミの写真を撮ったりしてるんですけれども周囲にこう緑色の葉っぱが茂っていると うーんその前にカワスミが止まっていても、ちょっとこう見分けがつかないというか見にくいですよね。逆に草が枯れていて、緑もない木々のところにカワスミく君が止まってくれると、まあそこそこ見分けることができるうーん。小さい鳥ですからね。でも慣れてる人は背景がどうなっていても関係なく、すぐに、あワスミだって見つけ出して、さっさとカメラを構えることができるわけですね。 もしかするとその神の栄光と言われるものはそんなにこうほらここだよとかここにあるよとかこう指で差し示して見えるものではないだろうと思うんですよねそして人にいくら言われてもそれを感じる人と感じない人がいると思うんですねでも心の中にまあ礼拝を捧げながら心を 沈めてね。そして御言葉を思い巡らしている中で、何かこう、神様の輝きといいますかね、神様のもたらす安心感というか、神様のもたらしてくださる、何とも言えないこう、すがすがしさというか、そういうのというのは、きっと、いつもいつも出ないにしても私たちが、案外、 案外、御言葉と触れ合うとき、礼拝を捧げるとき、心から神様に思いを向けているときに、ふとこう感じるものなんじゃないかなって思うんですね。つまり、神様が人々は私の栄光を見るのだと。あるいは、えー、私たちの心の血に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいましたってありますけれど、 それはやっぱり心が本当に静まって心が静まった中で神の御言葉を感じ取るという出来事の中で何とも言えないこうすがすがしさを感じる何とも言えない心の晴れ晴れとした思いを感じるそういう中にきっと神の栄光の一部がこう味わえるんじゃないかなと思うんですよね そうだとすると、私たちは結構頻繁にそういうチャンスに恵まれているような気がしますね。だって5分でも10分でも本当に黙想して心静めて、そして聖書の言葉を聞いたり、賛美を聞いたりしながら、本当に心静めてその言葉に思いを向ける。言葉から出てくるその響きにこう耳を傾けながら、心を止めてみる。 その言葉から感じ取れるものを受け止めてみる。そういう中でやっぱりある種の清ががしさといいますか、ある種の喜びというか、それはやっぱり伝わると思うんですよね。そんな時間持ったことがありますか、えー、今日がそういう時間になればなと思います。良い一日になりますように。